アンドリュー・オーレン・ブラックマンは、アメリカ合衆国、オハイオ州新シシティ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。代理人は、スコット・ボラスだった。バリー・ラーキンや、ケング・リフィージュニアらを輩出した新シシティにある、モーラー高等学校に在籍していた。当時から、州でも有望な投手のうちの一人だった。モーラー高等学校卒業後は、ノースカロライナ州立大学へ進学した。 ここでは野球とバスケットボールをしていた。バスケットボールをするブラックマン2006年には第3回世界大学野球選手権大会のアメリカ代表に選出されている。2007年の MLB ドラフトでニューヨークヤンキースから一巡目指名され契約後に40人枠に登録された。その後8月にトミー・ジョン手術を受けた。2008年は DL 入りし、 前年の手術の影響でリハビリに宣言したためプレーすることはなかった。それでも40人枠には登録されていた。2009年にプロデビューを果たし、この年は参加の A 級チャールストンリバードックスで29試合に登板した。2010年は A 級タンパヤンキースと AA 級トレントンサンダーで計27試合に登板した。2011年は開幕を トリプル A 級スクラントンウィルクスバリアンキースで迎えた。9月にメジャー初昇格し、22日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビューを果たした。オフに契約オプションを発揮され FA となった。2012年1月4日にシ,ンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。この年は3カのトリプル A 級ルイビルバッツで5試合に登板した。オフに対談した。 2013年1月30日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。この年は参加の A 級ウィンストン・セーラムダッシュで一試合に登板した。その後、対談。それ以降、野球界から遠ざかっている。ありがとうございます。